はるかちゃんは大丈夫大丈夫。大丈夫です。まあ今ちょっと本当なんていうの、体調の方もやばくなってるのでちょっと家、まあ、お休み。大丈夫。ついに私のとこに来てくれるのねって言って来ません。あとちょっとだからあのバッジの特典券とかまとめ買いとかいう制度があったので、あの券とか持ってる人もいると思うんですけど、それはその日に使っていただいて、あと来月は誕生日なのでなんかしたいだからその時にも使えるようにしたい。まあでもそれは確定じゃないのであれあんま当てにしないでほしいんですけど、とりあえず12月25日お願いします。リムジンとタワマンか、あリムジンとタワマン買ってくれるんですか一回しか見てないけど縁だと思うので話聞いたから25日。あありがとうございます。ちゃんと皆さんが来てくれたらね、ほんとちょっとこんななんか中身はあんまこう言うのはあれですけど、いっぱいの人が来てくれた箱代があれするのでよろしくお願いします。来てね。もちろん公開内に頑張る。いやマジでほんといろんな人に迷惑をかけている。ねずっち散歩もなんか編集し直してくれるみたいでマジで申し訳ない。あとは役所へのとだけね、もういいて箱根があれあれです。思い思いにやってくださいませってよく押しに行ってるから、もうちょっと来てくれるって言ってたのにね。演劇みたいなお札出せないか。ああなるほど、なあそういうことか。まあでも普通にみんながあれなので、レナはできる。レナはさ、例えばファングリーとか注文してくそれぞれのあの普通に割るあれだけなのに、うん、そうですよね。レナだけとかだったらいっぱいツールはできるけど、あの二人がねあれだよね、難しい。遊戯ミューズとにつねてね、調べるな。なんてか皆さん雪はいいけど、さっきも誰か投げてくれてた気がする。あーママトさんお疲れありがとう別に何年に会えるならバッチである必要はないかね。そんな感じでまだ頑張る機会がを作れるように頑張ります。だからちょっと待ってね。どうしたらいいんだろう。遠方の方向けに現場から特別トークポート。トークポート。あ。代々木水ってさ、あ、代々木水だっけ、あれそうだね、ミューズホール
配信の機材ないのかな。まあさ、そうですね。ファングリー、ファングリーやってくれたら嬉しい。あ、ファングリーそのクリスマスまでにやって買ってくれたらサンタさんで撮ろうかな。俺こそ長いこと言っていいんだよ、申し訳ある。25のお昼は、あー待ってます、ありがとう。貯蓄枠、何がどこか、あ、でき、何が中国の事務所に所属、うん、私は松竹芸能に所属しておりますよ。A のスタジオ出たら何を配信っていうのは、ライブを配信ってこと。まあだから12月25はクリスマスライブということなので、そういうことなので、そういうことです。だから来てね。レナちゃんのを助けてくれるのでしたら、まあファングリーとかトークポートとか、チェキをいっぱい買ってくれるとか助かります。ハングリーが一番身入りが良さそうだから緊急応援しようだ。ハングまあチェキが一番いいですね。当日チェキをいっぱい買ってくれたら一番いいですね。本気で横に立ちたいな、事務所も選ぶけど分かってる。そうなんですけど、ちょっと値段にはちょっと、まあこんなこと言ってたらあれだかもしれないんですけど、なんていうの、できてるところでやってもうそこそこまでしかいかないと思うんだ。じゃなくて何も関係ないゼロのとこからじゃないとここにはいけないと思っていて、だからなんか本当にゼロからやる、もうだからマジギャンブルなんですけどね。もうこれは人生のギャンブルをしているようなものなんですけど、はい。クリスマスだから、はい、楽しみましょう。とても結構、ごめんごめん、大きい声出した。あのショールームで配信してみて。え、それ全然意味ないじゃん。ただの配信やないかい。ハングリー今から申し込みしゃき。優しすぎ、優しすぎじゃん。ありがとう。よかったらスタッフやりますよ。いや、スタッフじゃなくてファンやってください、ファン。チェキは3人でと。チェキは、まあ、そうですよね。そのつもりです。津軽さん、お疲れさん、てん。皆さん、頑張り、ありがとう。人生はギャンブル、そうですよね。ひひっすね。ぶっちゃけ生の金打った方がいいの、チェキ。鬼ループセーフ。チェキ。チェキでも同じかな、え、同じかな、じゃないと特典券の人があれじゃない、いいの。じゃあレプゼン地球みたいなのしかないってわけだね。炎上商法者、
レペゼン地球さんもわからない、その名前 YouTuber ですよね多分。クリのんちでオフ会、なんでクリのんちなの会費、いやいやいや、なんでクリのんちに行くねみんなで、おかしいだろ。私手伝います、チェキ上手、あ、ありがとうございます。まあ誰か、そうだ、それも探さないといけないんだった、大変。だからファイナリーさんとかすごい大変だと思う、頑張れ。こんな倒せて、え、1万円でどういうこと、1000円でチェキサインってこと、そしたら全然回らないよ。どこか忘れたけど、マジでほぼゼロから初めてドームライブやった。あ、いやー、もうです、家じゃなくてね、マチキはメンバーだし、うん。あとレナはあの結構自撮りが好き、あの結構いい感じじゃないですか。レナあのあんま遠いの好きじゃないんですよね。ちゃんと金銭借りか、いや大丈夫です、ダメです、そういう、そう、ダメ、やるからちゃんと頑張ります、来てください。とりあえず、まあでも、まあ、ずっとそうなんだけど、レナがやるのってずっとそうなんですけど、カバーできないから勝ったから、けど今回のね25日はいいと思います。だから今ね絶賛覚えてる、覚えるの頑張っている。自撮りツーショットチェキも面白い、うん、レナ得意だから、自撮り、自撮りチェキ楽しそう。やったことないの、レナはよくやっていました、まあ、ファングリー入れといて、えー、ありがとう、嬉しい、優しい、嬉しい、優しい、大好き、わー、レナたちのライブ出てやってもいいよってアイドルさんとかいたら、よろしくお願いしますって書いてくれてる人いる。2系だと軽くくるってないから、ファン感的に2系、だってそんなんじゃルナたち死んじゃうよ。だってルナ1分なのに2分ぐらい喋っちゃうもん。ちゃんと1分でみんなから離れてくれないと、でも1分で離れられないんだもん、知ってると思うけど。チェキは1000円で取れる、サインは1000円、クリスマスの正解、まあ時間があるとき、ありがとう、サンタさんで撮ります。恋愛小説家さん、こんばんは。
正月までまだ、ね、正月までは眠いだと思うのよ。機嫌があるのこっちに。ビービーさん、お疲れで今。会場大クラッピー。2分は喋り、いやだって。だってしかもうちは剥がしみたいにいなかったからさ、満席で何人の会場。120人。自分が行ってる受験場は指名3000円でチェキ、あ違う、サインなし10秒で剥がされます。まあ、ピンキーというかですよね。2000円チェキ、まあ、取るだけだったら1000円です。サイン入れたら2000円。それはちゃんとストップウォッチ持って持ってるの、持ってるんだよ。ピピピピってなってんだよ。そこは心を鬼にして1分で剥がす。いや剥がしてよ誰か。レナは無理だよ、レナは無理なの。だからみんなから剥がれて、逆にお母さんタイマー使ってるんです。デコレーションには3人料金、うん、チェキを一緒に取るのが1000円、サインを入れるのが1000円。チェキ一定は安いよ。安いって言ったり高いって言ったりもう何それは剥がれないよ。だけどいやーむずいよ、なってないと見えないらしい。だどうすればいいの、なんて言うの、ピピピピピ、はいバイバイって言うの。できない、これでかい。秋田の現場剥がされはない。どこだ、太田自身セルフで。お話好きでサービス、そうなの。レナは多分あの昔ねすごいアイドル始めた時は多分1枚で5分以上喋ってたんですよずっと書いてて、だからレナテンはすごい書いてくれるねみたいな言われてて、もうレナそれでなんかすごい長蛇の列になっちゃったりとかして、だからレナのせいでタイマーがついたんですその前の時は。テキスト剥がしてんの一番そうなんですよね。1分になったら全力で走って剥がれるの面白すぎる。西は実だなんでやねん、はいバイバイ、はいバイバイっていうの。やっぱりチェキは回してなんぼじゃ回らないと回すかない。だからどうしたんや、タイマー止めたのに。そしたら自分で離れてほしいの。タイマー止めてます。ビビビビビ、まあもう、まあ、なった、まあ、止めたり止めなかったりサービスかよ使わなくて話し切りやがる。無できない、5分以上まで昔ね、めっちゃ昔誰もいない時、ほぼいない時、あでもいたのかその時は。なんかレナちゃんがなんかできない、私できない。いやでもさ、やっぱ例えばさ1分だったとしてもさ、1分ではいバイバイってなったとしてもさ、ラグはあるわけじゃん。10分で10枚取れるわけではない。あの後ろで並んでる人のことも考えたら待ってるんだから。あはい、いや待ってなかったら待ってないかもしれない。特典会の告知の時間で剥がれるようにってなるほどみんな回るようにめっちゃ考えてくれてる。どうしたらいいものかわからないけれど、
止めたらあかんって京都弁のエンジョイが言ってた。あ、そう止めた、タイマーをね。そんなシステムとかも分からんし、お父さんにはどっちがいいか分かんない。いや、みんな、いや違う、別にその出ないが悪い、多分厄介になってくじゃん、ハグイティケーキって。いやでも、え、じゃあ普通にレナは聞き際が分からない。普通に並んでる後ろの人がハグ面白い。素人的には無理くりハグされるのとかイラつく。ほら、そうでしょうよ。どうしても話し合ってうちきつむか変に心配して。いやレナ的にはだから3枚出しとかしてほしいよ。3枚出しして1枚に書きたい。ゆっくり書きたい。で、喋って喋りながら書けないんですよ。この前なんかね、こうなんかを書きたかって、何だっけ、まあ例えばじゃあゆっくり休んでねって書きたかったとするじゃないですか。さ、ゆっくりまで書いて、立ちなんか違うんですけど、忘れたんですけど、ゆっくり休んでねって書きたかったし、ゆっくりって言ったらっていう書きながらなんか食べたい話してたんですよ。じゃあゆっくり食べてねみたいなこと書いちゃって、なんかだけど無理なんですよね。だから喋るのとか書くのだから、ほんと3枚出しとかしてくれたらめっちゃ寝れなら嬉しい。剥がれるまで鳴らして、あーなるほど、かしこまりました。特典会始まって今日は1分で自分からあの、はい、かしこまりました。レナが剥がれられないから宿題的とか、だって宿題を渡すところがない。何かを書きたい。猫の映像が出てない。手蒸しくちきにサンキューくらいでゆっくり書き、え、だって郵送ゆっくりなるなんかそういうことになるんです。しかも喋りたいんでな、だからむしろ普通にサインなしでもいいんじゃない。あ、サインなしで30秒とかどう。みんなサインが欲しいのか、みんなサイン欲しいの。でな、書かないで喋ってた方がいいと思うんだけど、でなそれがいいな。次のライブまで待つめっちゃ5年後とかだったぜ。5年後はないか、さすがに。私はその方が好き。ああ、サインなしで喋る方、推しメン年賀状いいよね、やりたい。サインだけは欲しい。ああ、サインなしで、ああサインだけは欲しいのか。サインなしではお話できないんだけど、そういう制度にしたらどうかしらっていうこと。サイン欲しい、サイン欲しいんだ。2000円くらい、2500円くらいで。ってことはこれ総括すると別に2000円でいいってことだよね。チェキ取るだけで1000円、サイン入れて2000円。レナそれしかやったことないからあれなんですけど、まあでも確かに初見で、でも初見の人とかいないと思うから、あのよろしくお願いします。それでまあでもみんなこうやって言ってくれてるけど、みんな来るのか。来てね25日来てくださいね。じゃあサインと日付がある。ああそうなんだ、サインが欲しいんだ。ほえー、レナサイン考えないと、アバターも考えないと。ちょっとレナやることいっぱい、ちょっとメモ、サインを考える。サイン考える。今なんつった、アバター書く、あとオーディションのやつも
やんなきゃいけないな。まあこんぐらいか。25日は何時なのかしら。日曜日ツイッターに画像を貼ってあるんですけど、一部が13時15分開場、13時45分開演で、ラストノートさんだけ決まってます。で、2部が18時15分開場、18時45分開演で、レバリーさんだけ決まっています。で、どっちもうちらは出ます。キャシーさんダメだ、アッパ。どこだっけ。みんなでリツイートしまくれば初見の人来てくれ。してくれるかな。土曜日物販遅れちゃって帰るところだったから初見になる。どういうこと、どういうこと。初見無料ありますか？ありません。急に理由書いてバタバタするよ。そのままで、はいはい、大丈夫。巻き込まないとコンテンツが。どうすればいいの？じゃあみんなとりあえずリツイートしてください。なんか引用リツイートしてほしい。じゃあなんか。皆様のお気持ちを込めて。サインよりキスマークにしたら飛ぶように。そう、コロナじゃ無理ですね。25日、そう、クリスマスはめちゃくちゃいろんなライブがあります。なんで、ごめん、いや男気とかじゃない、もうちょっとスケジュール的に無理になっちゃったみたい。うちらがもう一回断っちゃってるからね。断ってレナがまた誘い直してるからしょうがない。ともかくソロアイドルとかと知り合った方がいいんじゃ。なんで、さすがに何の力も借りずに単独は無理。ソロアイドルと知り合ってどうなるの。どういうこと。リツイートしてありがとう、ししおうさん。1時間配信した。あー頑張ろうね、みんなね。 R さん、これアミタのミンタくん、かわいい。頑張るね、みんな頑張るからよろしくね。ソロアイドルさん、自分たちでコンプリートしてきてるから、そういう人に何を聞くの？どうや、何を、どうやって動員してるかってこと？
公園はわかるよ、大丈夫。まあでももう日にちも近いし、もう何よりでなんか本当に物覚え悪いから、その日に歌う歌を今覚えていて、ずっと手についていく、ありがとう。なんかすごい言われ方してそう、あちら側には。それはでさ、助けに気持ちつ、ああそうなの。あ、でもソロアイドルさんも2人誘ったんですよ。でもスケジュールダメだった。てかスケジュールダメな人多い。いっぱい断られてるの。もう予定がみたいな。ほら、今もまた断られた。チェキフィルムとかじゃん、分かってる。そうなのよ。どういう風にやりくりして、むけど別にうちら3人で活動していくわけじゃないから、とりあえず今この会をどうにか しなきゃっていうことであって、やりくりとかじゃないんですよ。本日、本日じゃないその日、今日後で、そうなの、お釣りの千円札。確かに。お釣りね。お釣り準備しないといけないのね。ちょっとそれも、みたいな。ふぁ。お釣り。チェキフィルム。チェキ。本体。タイマーとかは携帯でできるから、ペン、アイドル忙しい日、そうなの、クリスマスはやることいっぱいです。いきなりやること増えて大変だと、一つ一つ順番、はいはい。25日はさすがに予定入ってない、悲しい。確かに。まずは25日を逃げてみててくれるさん、探しと歌を覚える、そうなの、そうなのです。そこはみんな千円札大量持参するようにしない。あはそれはすごいありがたい。チョリちゃんから来ました、こんばんは。あーこんばんは。え、どういうこと、チョリちゃんから来たとはどういうことですか。チョリちゃんが何、リツイートでもしてくれてんの、どういうこと。チョリちゃんのファン、普通にありがとう、ミッティさん。25日、あれチョリちゃんも誘ったんですよ確か。あ、今聞いてみるって言ってるところだ。1万円札、あ、おついないんでチキチキもやってします。あ、すごい男気がある。チェキ書くときの伝票挟むみたいなやつ。あー、携帯の、携帯で測りながら、携帯で、携帯で書く。トリのラジオです。ああ、ありがとうございます。昨日解散 しました。で、12月25日にライブします。来てください。あ、なんかチョリちゃんもイベントあるんですよね。で、回していただきますね、チョリちゃんには。ただいま、どこに行っていたのですか。いつでもありがとう、やんさん。乃木坂のお友達に出てくれるわけがないやないかい。でもなんか僕 LINE 来たよ。
面白い。でなてんご飯食べてねってかわいい。村復活、野良じゃないじゃん、もう一人いるから今。だからすごいチーム名もねすごい考えててね。でもチーム名つけたらつけたらなんかそれで活動するみたいじゃん。なんかちょっと悩んでいます。解散、そうなのツイッターを見てください。ペントボードもありますが、ペントボード、いや大丈夫、買いますから。25日に暇してるアイドルいなく、あ、レナたちも自分で書けばいいのか。出てくる、出てくれる人いませんかって。なるほどね、書こうか。まあでもレナしか意味ないと思うな、あの二人は。意味ないってな、ってな、結構人脈女なので、人脈ってくれな、すぐその台湾とかでアイドルさんに話しかけて仲良くなるからさ。ご飯大、ご飯は大切ですね。ノラハチーム今日だけほんとさせてあげてね。何、はるか、つゆは、どっちも、はいはい、責任を持って。ゆいまる、ゆいちゃんはダメです。元アイドルでもか、いや本当に元あるアイドルでもか。あっ、あれ、あれ、元アイドルさ、そうだ出てくれるって言われて、決まったんですけど1月かと思ってたってなって出なくなったの。ピン、あー、ヤンさんありがとうもうほんとこういうのも、私はほんとこういうのにも支えられています。こちら分かってると思いますが、ノラレイなんでやねん。ノラっていうのは栗野と奈良でノラっていう2人でユニットをやってたんです。フリーランスアイドルさんも来てくれるかも。なるほど、書こう後で。ゆいまるは呼びません。あ、言ったそれ、焼き鳥話が吹っ飛んだ。何も吹っ飛んでないよ。どういうこと、なんだっけ、レナテン大好きな、出てこない。コチャ、コチャはアイドル卒業しちゃいました。松木さんとトークショー、意味がない、そんなもん。なんで対バンでトークショーすんねん。コチャ元気ね、元気かしら。あいつらまだ、こんばんは。そうか、急すぎ、いや本当に急すぎました。話題から飛んだ、話題から飛んだ。焼き鳥話飛んだこの人バカみたい元アイドルじゃん、こいちゃん。まあ確かに確かに、こちゃん出ないって言ってみる。いや絶対出ないでしょ、出る。確かに、こちゃん、こちゃん、
確かにこちゃんの一人で歌ってんのとか聞きたいよね。言ってたね。こちゃん勉強頑張ってるの？だからやめたの？あれ。寝るって今、確かに言うか。ゆっちはだってあれ事務所入ってるね。絶対出れないよ。空いてたら、違う、読んだそれ。急展開すぎ、焼きとリビングが遠い過去の話。あ、そういうことね。そういうことね。ありがとう。説明してくれて、確かに。ねずっちさんと言うとどうすんのよ。いいねってか、また乗せてやっていいか。おお、確かに言ってみよう。めっちゃ誘うやん。急すぎるよ。でも何でもかんでもエプリルフールかと思ったもん。違います。急で歌とかみんなステージなんて、なんでやねん。俺と3人しか、なんでやねん。ツイッターで募集、ツイッターで一応書く、後で終わったら。そういえば、そうゆっちも卒業してる。もう解散してるよね。ねずっち MC、 いやそんなギャラ払ってる場合ではない。指定ところにはステージ OK。 モタイドルって久しぶりにお顔見たい人、お袖もしろ人ね、そういうのも誘ってみよう。活動を続けて、活動続けてくれて応援してくれ、ありがとう。ありがとうございます。アミタの母ちゃんとかコアなファンついてそう。どういうこと？アミタの母ちゃんを出すの？でもトイスマーめっちゃお母さんが来てたからね。こうなったら伝説のままで絶対に出しません。いや、そうね、ちょっと頑張るわ、人を集めるの。ね、最近これほら見て、編み込みちょっとできるようになったんだよ。レナちゃん成長したでしょ。てかもう黒くない？ここ、見て、全然ピンクじゃなくなってきちゃった。またトゥンカロン買って、食べたい。トゥンカロン差し入れで嬉しいもの、トゥンカロン、モロゾフのプリン、ドトールのミルクレープ、
あでもフルーツタルトってケーキ嬉しいよね、美味しいよね。レナーナ、レナーナは嬉しくない差し入れ第1位、よくあるやつ、シュークリーム。レナシュークリーム嫌いなんだ。もたいでは良い、あでもそんなの誘ってるねん。甘いものばかりであれなので牛タンとエビディシャド、あーいいですね。クリスマスの奇跡、一日だけ復活とか良い、一日復活。あとねー、ポップアップも誘ったんよ。いやダメだった。あノーリーさんこんばんは。シュークリーム系です。なんか生クリーム、クリームが好きじゃなくて、なんかミルクレープとかはクレープ薄いホイップ、クレープ薄い生クリームって感じでしょ。シュークリームって生クリームがボーンってなってるじゃん。あれがちょっと、そうそう、いちご出てほしい。今なら差し入れチェリキフィルムが嬉しい。チェリキフィルム最初に用意するから大丈夫。シュークリーム消えてきて初めて。本当？いや別に食えと言われたら食べますが、急すぎるから単独でやる方針の方がいい気がする。いやもう見た詳細。シューアイス、バニラアイスも好きじゃないんだ。シュークリーム好きです。いらないならください。いらないとかじゃ持ってないです。もしもらったら全然あげます。生クリームとカスタードだ。うわカスタードもやだ。伸びてたらいいよカスタードも。あでもクレープとかは好き。クレープは好きです。クレープ、珍しい。甘いもの嫌いなわけじゃない。甘いもの大好き、スイーツ大好き。わがままなんてんだくずわがままじゃないよこれに関しては。ベイビークレヨンさん、夜ベイビークレヨンさんなんて出ないでしょうよ。なんかだってよくわかんないけど、なんかすごいでしょ、わかんないんですけど。25日のキャンディーさん声かけちゃった。他にも声かけてみるって。アイドル屋さん、アイドル屋さんって何。ババヘラは好き。ババヘラじゃない、チリンチリンアイス好き。ママテンもクリーム食べないもんが嫌いなの。ママテンはクリーム大好きよ。あでもホイップじゃダメなんだって、生クリームなんだって。生クリームもうノレットノレットって言う、グエットなんていうの、のっそりかけてなんか食べてる。モンブラン嫌いなの誰が。私モンブラン別に好きじゃないかも。スイートポテトは好き。一応出演してくれるとこあるから、ちゃんとした演者さんに出てもらった方が良いね。うん、だからそういうのは考えてる。ワンチャンあるで。何の話やねん。あベビークレヨンさん、チリンチリンアイス、そう、あたっぷり、そう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 、チリンチリンアイス調べてみて。秋田ではババヘラってアイスっていうの。青森ではチリンチリンアイスっていう。ババヘラアイスならわかる、ババヘラアイスのことです。青森で言うチリンチリンアイス、あの夏になったらアイスをしょったというか、荷台に乗せた自転車がチリン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 ってやりながら
チャルメララーメンみたいな感じで通るんですよ。でチンチンってなって、もう結構遠くから聞こえるから、家の近くに来たら出てって買う。てか弁当差し入れした方がよく、いらない、いらない、何も何もいらない、ほんとチェキいっぱい取ってください。知ってるセルフで、あ、本人たちは出られないけど声かけてみるって。何、ありがとうございます。ラーテンこんばんは、有田さんこんばんは、ババヘライ調べて。あ、みんなのツイッター、暑いよ、東京が40度とか言ってる時に青森も40度とか行ったりしてるから、あのめっちゃやばい暑い時とか。えっ、みんな、サエとコズンが出てくれるって、これは来るしかないじゃん、無党派。ちょっとみんな無党派に広めて、これえ、これ最強じゃないですか。でなたちノンシュガーっていうグループだったんですけど、妹グループみたいなのがあって、ノンスイートっていうのがあったんですよ。でその子たち、レナが可愛がっていた後輩です。でその2人が、その片方は別のグループアイドルグループをやったんですよ。ルルネージュっていうところに入ったんですけど、で卒業して、でもう一人はその後やってないかな、やってなかったんですけど、で一回なんか復活みたいかな、二人でサヤとコズでなんかやったりしてて、この二人の持ち歌もあるの。まあだからレナの後輩です、つまり。そう、ルルネージュにいた子です。さえ。